ご案内するっす。いいか、よく聞け、ゼロッケン。ゴルディオンは最終奥義についてこんな風に語っていた。超魔流最終奥義無明神髄は、邪神がある状態では発動しない。一切の邪神を捨てて純粋な心をぶつけることができた時、最終奥義は完成するのだと。純粋な心をぶつける。怒り、憎しみ、迷い、欲望などの心の不純物は全て邪神。俺はこの邪神を捨てることができなかった。でもよ、邪神を捨てて純粋な心って、悪魔には超絶無理な注文じゃね。レッドマグナスさんの言う通りですよ。悪魔に純粋な心なんてものがあったら、それはもはや悪魔ではありません。あら、悪魔にも純粋な心はありますわよ。例えば私とギリア様の。それは邪神の塊だ。ギリアさん、見ての通り私たち悪魔は邪神の塊ですよ。そんな私たちに果たして純粋な心をぶつけるなんてことができるのでしょうか。できる。ゴルディオンはそれをやってのけてみせた。悪魔を超越した悪魔、それが大魔剣ゴルディオンだ。イリアさんたらちょっぴり誇らしげですよ。ウサリアの言う通り、俺たち悪魔は邪神の塊だ。その悪魔が純粋な心を持つということは、肉体的にも精神的にも想像を絶する負荷がかかる。しかし、その負荷を乗り越えた時、爆発的なエネルギーが発生し、限界をはるかに超越する威力が生まれるのだ。これこそが超魔流最終奥義無明神髄のメカニズムだ。ゼロッケン、お前がゴルディオンを思う心、それは間違いなく純粋な心だ。邪神を捨てて純粋な心だけをぶつけろ。俺には無理でも、お前にならできるはず。兄貴、邪神を捨てて純粋な心、邪神を捨てて純粋な心、邪神を捨てて純粋な心。ちょうどいい練習相手が現れたぞ。ゼロッケン、お前がゴルディオンを思う心、純粋な心をぶつけるんだ。分かった。邪神を捨てて純粋な心、邪神を捨てて純粋な心。見せてやる。出陣します。トウ、ひれ伏しなさい。それ速攻で蹴りをつけるぞ。あっ、お前ら超絶よろしく。
相手になろう。排除する。行きますよ。行くぜ行くぜ行くぜ。せや。受けてみよう。ガーデューヘレ。やべ。ガーデューヘレ。うわ。さてどうする。邪魔はさせぬ。さっさと終わらせるぞ。くっ、せい、痛っ。だがこの野郎、どんなもんよ。覚悟なさい。せっ。ガーデューヘレ。邪魔はさせぬ。せい、痛っ。痛っ。だがこの野郎、当てますわよ。
し。いた、当然でしょう。完璧ですよ。ガーデューヘレ。完璧ですよ。ガーデューヘレ。やれやれだな。いつになったら終わるんですの？やれやれだな。命をよこせ。そこだ。いた。しましょう。そこです。いた。じゃあね。超絶いくぜ。超絶暴れてやるぜ。おりゃ。いた。超絶暴れてやるぜ。だりゃ。超絶暴れてやるぜ。戦いにはしてくれるな。命をよこせ。そこだ。
邪魔はさせぬ。血をよこせ。これぞ至高。誰やれだな。覚悟なさい。せっ。いた。おおほほほ。ここからが勝負だぜ。懺悔せよ。祈れ、神よ。援護します。また強くなりました。助けますよ。安心するがいい。我が力、思い知ったか。Link!
せや。行くです。守る。置いてくぞ。十分だ。ドリフ十分だ。お前行くぜ。かかってきやがれ。月乗りは済ませた。くれ。かっかっか。やれやれだな。くれ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 。どんなもんよ。くれ。ペッタンペッタン。ペタ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 。でーい。くれ。わーい。うさ。お助け。ペッタンペッタン。ペタ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 。ごめんなさい。わーい。俺の本気を見せてやるぜ。ガーデューヘレン。ガーデューヘレン。僕に任せていただければ勝利は確実ですよ。なあ、安心するがいい。そこだ。くれ。また一歩高みへ。やれやれだな。あなたの好きにはさせませんわ。せっ。くれ。懺悔せよ。喜ぶべきことだな。懺悔せよ。祈れ。やの目から逃げられると思いましたか。くれ。完璧ですよ。くれ。私の邪魔はさせるべきことだな。Thank you.
圧倒、見てけ俺の力、ビビんなよ。ヒップ圧倒、あとは黙ってな。我にあだなすとは愚かな。それオリンピア、まだついていないぞ。覚悟しろ。
本気を出しちまったな。見せつけてやろう。決まったな。そい。なかなかしぶとい連中ですね。千里眼のリチェルカ。この。ぜい。まだまだ戦えるぜ。そい。おりゃ。
せしましょう。すみません、手が滑ってしまいました。また強くなりました。私の邪魔はさせぬ。我が力、思い知ったか。ご無事ですよ。私だってできますのよ。神よ、私落ちろ、祈れ。ここからが勝負だぜ。神よ、落ちろ、祈れ。ビギに酔いな。逃がさん。思い知るがいい。我らの敵を排除したぞ。これが全魔界最大級の魔王か。どれほどのものかと思ったが、でかいだけが取り柄の粗大ゴミのようだ。無駄な時間を取らせてくれたな。さて、どうしてくれようか。所詮は見てくれだけの竜、真の竜であらせられるボイドダーク様に及ぶはずもございません。ブヒ、なるほど、叶わぬと悟って増援を呼んだか。だが何匹いようが同じことだ。偽りの竜に死を。お待ちください。バギー、私もここにいることをお忘れ。バギー、これは地震？いや、爆発？宇宙全体を揺るがすくらいの超絶でっけえエネルギーを感じたぜ。すごく嫌な感じがするぴょ。兄貴、今のは。余計なことに気を取られるな。そんなことでは邪神は捨てられないぞ。集中するんだ。押す。邪神を捨てて、純粋な心。邪神を捨てて、純粋な心。ご報告でございますにゃ、ボイドダーク様。誰だ、お前は。先の戦いのとばっちりで死んだ前任者に代わり、第86代目秘書官を務めることになりました、ネコサーベル公爵でございますにゃ。
で、報告とは？信じがたいことではございますが、魔将軍ブラッディス殿が苦戦中との知らせが入りましたにゃ。なんだと？ブラッディスが苦戦？はいですにゃ。このところ急激に勢力を伸ばしつつある反乱軍と交戦中とのことですにゃ。反乱軍か。あのブラッディスを追い込むとはよほどの手だれがいるということか。怪我を治しましょう。